回記録会が終了しました。今回の記録会いかがでした？はい、言い訳になるんですけども、このような、まあ、風がちょっと強かったという状況での記録会と今回なりまして、まあ、事前研修に比べると、まあ、それなりにはタイムは良くはなってきました。あの入学当初、入学式の次に行われた思想記録会と比べてどうでした？思想記録会よりはもうだいぶいいとは思いますけど、やっぱりまだ脱出力がない、もっともっと時期をつけていきたいっていうのがあります。種目別に言うとね、今回の記録会、どの種目が良かったとか悪かったとかどうですか？やっぱ200、400がまず課題の一つになります。風に負けてしまって、足がこう回転していかなかったというか、回っていかなかったので、やっぱり納得いかないタイムにはなりました。その辺、今後の訓練の課題となってくるわけですかね？はい、そうです。この後ね、記録会が終わると競争訓練に入るんですけど、競争訓練はどのようなスタイルで戦っていきたいですか？初めはですね、先行でいきたいっていうふうに思ってたんですけども、やっぱまだ足が足りないっていうことで、今ちょっとマークとか追い込みとかをちょっと磨いていきたいなっていうふうには考えています。学校生活のこう自分なりの課題、まあ、目標というのは何かありますか？ダッシュ力をつけること、持久力を持続することが課題です。最後にね、競輪ファンの皆様に一言お願いします。はい、今後も練習頑張っていきますので応援よろしくお願いします。